ちょっと頑張ってもらいますので、はい、ただ写真撮る人がいっぱいいるもんで、多分駅で押せないだろうから、これも合わせてお願いしようかな。キラキラ物を私たちに名前書いてしまうので、あ、そうか、新潟郵便局長を出します。あ、そういうことね。これ全部してもらえたら、新潟郵便局長の方に行きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ、僕、後ろの方が、どうですか？今、帰ってきた。あ、そこ、何とかにしてから。何回でもいいか。キラキラ、ハルソバだと思ったらさ、なんか、ね、キラキラ、でもキラキラあるかもしれない。坂田方に行く人がいないかな、思ったけど。今日坂田方に、坂田方に放送してないですね。乗り換えなんて嫌だと思って、さっと仕事して、まあ、新潟だけは、戻る方向、坂町行く人は、あれかなと思って。一応放送してそうですね、さっと仕事。近くの方でご覧がいただけるんですけれども、駅からどれぐらいですか？駅からだと一旦電車台とはね、反対側のホームに出ても、あの 駅の建物がありますので、はい、ちょっとぐるっと回ってもらうと、どれくらいかかりますか？まず余裕見て、まあ、あの20分ぐらい余裕見れば大丈夫かと思いますけれど、お客様どちら一旦村上まで行かれて戻られるんですか？はい、そうしますとですね、この列車は村上11時3分に、着きます。これだな、11時で18分の新潟の方へ戻る列車がありますので、これで行きますと坂町11時31分で着きますので、であくまでね、あの電車の時刻が12時25分って予定なんです、あくまで。で、頃から、うん、始まるということなので、はい、時間通りになるか、それとも若干作業によっては早まってする可能性もあるんで。ですから10時18分の列車で戻れば、坂町11時31分に着きますので、十分あの電車の時間には間に合うかと思いますけれど、坂町からどういうふうに、道路を渡っていくかというのは、坂町の駅で引かれるのが一番いいかと思いますけれどね、まあ、あの20分ぐらいあれば、まあ、行くかと思うんですけれどね。あと、まあ、お戻りになる前は坂町、今度普通列車であれば14時44分で村上行きでありまして、村上が14時56分ですから、帰りの急いだ時間にはあまりありませんし、まあ、急がれれば、まあ、時になりますけれどね、稲穂もありますので。何日も日程は、はい、だから昨日はすぐ引き上げだから無線機承諾を
一緒に客車を引き上げるから多少は止まってるか。長時間ではないですよね。だから次のほら 449M に当ててないってことは100アンセア変更してねってことは、あ、その前にやるんだな。20トンぐらい前後ぐらいに引かれると思うんだけどね。それが引かれない、はっきりしたちょっとあの引ける時間は分からないんですけれど、17時23分で2つに入って、で5番線に17時57分なんですか。15分ぐらいは、ね、ちょっとね、はっきりした時間ちょっと分からないですけれど、鍵も乗るってことだから、私、停車台に行くんだ。